乗ります。次は松江です。9時30分に着きます。Thank you.
と3分少々で松江です。松江市は松江城を中心に文化と歴史にあふれる城下町です。夕日の美しい宍道湖や半愛着の品など数多くの資料が展示してある小泉八雲記念館。松江藩の武士の生活がそのまま今に残る武家屋敷、エクスプロ並みとして奈良海や八人手など松江の歴史に触れることができます。また観光に便利な周遊バスぐるっと松江デンラインは4月より着物姿の千鳥娘が松江城下町を楽しくご案内するガイドツアーがスタートいたしました。松江城などの人気の観光スポットを巡る4つのコースがあります。ご希望のお客様はご利用日前日までにお申し込みください。お申し込み方法などは詳しくは引っかかる指を立ててください。松江市の地域に住めないとツアーのご案内でした。松江の多くのお客様、車内にお忘れ物、落とし物をございませんようお気をつけください。また降りの際には足元にご注意願います。普通列車の石井小行き10時10分の発車です。最初の2号線3番乗りまでお待ちください。この列車は次は地球放射付近ではエレベーターが設置されております。どうぞご利用ください。エスカレーターは上り専用でご使用できません。階段またはエレベーターをご利用ください。松江を出ますと新宿に止まります。西田特急列車関西人方法をご利用くださいましてありがとうございました。またご利用お待ちしております。またお客様はドアから手を離してお待ちください。Thank you.